キース・スマートは、ルイジアナ州バトン・ルージュ出身のバスケットボール選手、指導者。現在は、メンフィス・グリーズリーズのアシスタントコーチを務めている。カンザス州のガーデンシティコミュニティカレッジ時代には、ジャイホークカンファレンスの最優秀選手に選ばれ、その後インディアナ大学に編入し、1987年の NCWA トーナメント決勝のシラキュース大学戦で、 決勝シュートを決めて74から73で優勝している。大学卒業後、1988年の NBA ドラフトでサンアントニオスパーズに指名されて入団したが1988から1989シーズンのわずか2試合の出場にとどまり、その後フィリピンプロバスケットボールリーグのサンミゲル・ビールメン、WBA のハリファックス・ウィンド・ジャマーズ、 CBA やフランス、ベネズエラなどでプレーし1995年に現役を引退した。2002から2003シーズン途中にジョン・ルーカスに代わってクリーブランド・キャバリアーズの暫定ヘッドコーチに就任し9勝31敗の成績を残した。2003年ゴールデン・ステート・ウォリアーズのアシスタントコーチに就任した。2010から2011シーズン ドンネルソンヘッドコーチの後任として、開幕前のトレーニングキャンプ直前にヘッドコーチに就任した。前年より10勝、多い36勝を挙げたが2011年4月27日に解雇された。同年11月にサクラメントキングスのアシスタントコーチに就任。翌2012年1月5日、ポール・ウェストファルヘッドコーチに代わり暫定ヘッドコーチに就任した。 ありがとうございます。